久保さん、寒いっすね。あの、鹿児島雪降りましたよ。今雪降ってんすけど、すごいっすよ。鹿児島、僕が鹿児島に5、6年前来た時に、何十年ぶりかの大雪が降ったんですよ、雪が。で、また降りましたね。<laughs> めちゃくちゃ寒いっすね。めちゃくちゃ寒い。鹿児島って寒いとこだっけみたいな。 うんだって今雪降ってますもん。おかしいっすよね。鹿児島なのに。鹿児島ってなんか暑いイメージあるじゃないですか。だけどなんか雪降るみたいな。まあ、変ですよね。うん、なんか福岡とかも積もってんのかな。まあでももう積もるでしょうね。今ちょっと外出てないんで分かんないですけど、お昼ぐらいからばーって降ってたんで、もうちょっと場所によってまだ積もってるかもしれないですね。うーん なんか、すごいらしいですね、今ね、換気が。うん。でもね、ありがたいことに、まあ、外がね、すげえ寒くても、まあ、中あったかくね、あのー、こう、動画を撮ってね、あの、今日ね、あの、ドリームアカデミアの、あの、講義作ってたんですけど、毎月。で、講義作って、編集して、まあ、ポータルサイトの今、文章書いたりとかして、やってるんですけど、ありがたいですよね。 なんか、外の仕事だったらね、クソ寒いだろうしう、全部そのウェブで完結できるっていうのはありがたいですよね。まあ、これからも、まあ、ネットで、こう、発信してきます。<laughs> ありがたい <laughs>。でもこれね、やろうと思えば、まあ、みんなできるわけじゃないですか。まあ、その、僕だけパソコン持ってるとかね、僕だけ YouTube できるとか、そういうわけじゃないので、別にみんなほぼ平等じゃないですか。 まあ、あとは本当にやるかやらないかなっていうところだと思いますけどね。僕はもう、こんなありがたい仕事ないですから。だから本当に今ね、外で働いてる方、超寒いだろうなと思うんですよね。ありがたいですよね。そう。<laughs> うん。こんなありがたいことはない。いってらっしゃい。